いいんですかこれどこまで話して。もう全然いいですよ。大丈夫ですか。時給いくらだったら例えば1000万いくのかみたいな計算をしたときに、例えばもうないじゃないですか、コマが。そうですね、上が牛耳ってるから、まあ、報道所の人たちの収入は、はい、ここだけの話をすると大手方も一番安いですね。予備校講師として成功するためには3つですね。実力があるってことと、ハローデー、始まりました、モチーチャンネルです。今回はですね、駿台予備校の比江田先生にお越しいただきました。どうも。というか、まあ結構うちのチャンネル予備校の闇とか予備校講師になるなみたいなのを出してるんですけど、どうですか、予備校講師に光はあるのか。いや皆さん、予備校講師は最高ですよぜひ皆さん目指してください。本当ですか。今までね、良くないとこいっぱいやってきましたけど。あ、そうですね。じゃあ予備校講師いいところ、いいところありますかね悩むあれあれあ、でも働き方次第なんですけれども、例えば、まあ、自分の場合だとやっぱりこうフリーランスなんで、こう仕事の量の調整とかやりやすいですよね。自分基本夜しか働いてなくて、もう昼とか朝とかって一切働いてないんですよ。で、そういう働き方も選べるっていうところは、まあ一つ魅力かなと思いますね。来年度は、週何日働くんですか。来年はね、週7の予定ですね週7日、はい、働き方改革できてるんですか、ね、働き方改革は再来年以降に持ち越されましたねまあでも夜だけなんで、まあ多分大丈夫かなとは思うんですけど、壊さないか心配ですけど頑張ります、まあ、週7日働くっていうけど、例えば前期とか後期って大体どの予備校もせいぜい12回前後なんですよ、授業があるのが。はあはあ、そうですね。そうすると、まあ、一応3ヶ月間とかなんで、事実上半年だけなんですよね。通期の授業があるっていうのは、もちろん講習期は結構講習期でびっちり入るんですけど、はい、収入面はみんなが一番やっぱ知りたい。あ、そうですね、収入面はこれはもう完全に売れたら稼げるとは思いますよ、やっぱり。やっぱ日本のいわゆるサラリーマンの平均年収がだいたい男性で都内とかだとこう100万とかぐらいですかね、多分ね、多分500万とか、うん、我々のまあ年代だとそのぐらいだと思いますけれども、結構やっぱね、600万ぐらいの人とかそれ以下の人が多いってよく言われますけどね、塾とかより。そうですね、フリーとして、まあ、いろんなところに出てってやると、まあ多分800とか900とか、800万、それ売れればって感じですね。いや例えばこう考えてほしいんですよ。じゃあ時給いくらだったら例えば1000万いくのかみたいな計算をしたときに、60分の授業で例えば8000円とかもらえるっていうような待遇だと、週間に例えば30時間とか授業をやると多分ね1000万いくんですよ。6時間が5日間で時給8000円、だから大体1日あたり4万5000円とかですね、4万5000円とかないしは5万円ぐらいを稼ぐことができるような待遇で契約を結ぶことができれば、年収でいうと1000万とか超えます。まあ超えますね、はい、超えます普通に。で逆にそれがいかないとだいぶ体を削らなくちゃいけなくなるので、それ1000万超えるのはしんどいかなっていう感じですね。そうですね、はい、そもそも時給8000円にたどり着く人がだいぶ少ないというか、そうですね、めちゃめちゃ少ない、ね、もう8000円はね実はめちゃめちゃ少なくて。いいんですかこれどこまで話して。もう全然いいですよ。大丈夫ですか。時給8000円ってことは90分の授業やってる人1万2000円ってことだ。そうですね、はい、いかないっすよね。もういかないっすね、はい、この8000円っていうのはなかなかいかない数字ですね、多分皆さんが知ってるような有名な予備校とか塾とかでもなかなか8000のラインはかなり高いですよ、ね、昔の人たちは行ってたけど今は行けないんですね。そうですね、今の若手は相当厳しいので、だってスタートが90分9000円ぐらいですからね。だからそうですね、大手の予備校とかだとそんぐらいですよね。ってことは60分でいうと6000円ぐらい。そうですね、寸大50分の授業なんで5000円、まあ、ぐらいですね、スタート10分で1000円ぐらいがすごい大手でもスタートになってるってことですね。そうですね、10分で1000円ぐらいですね、8000とかに行くんだったら結構年数積まないと行かないんですよね、システム的に。そっか、はい、なんかいわゆる中堅どころとかになると多分まあ60分で4000円とかぐらいですよね、はい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 、イメージ感としては。いやもう中間でもでもスタート94000円ですよ。なるほど、94000円のとこ94000円はねしんどいですね、結構ね。8000を目指すって言ったらだいぶ、はい、いやてかもう8000枚多分いかないですよ ね、 いかないですね、実際に10年とか10年とか15年ぐらいやんないとひょっとしていかないかもしれないんで、多分10年15年したらもっと縮小してるから。まあそうなんですよね、今後どうなるかっていうのが、はい、あれ光の話をしたのにどんどん闇にさらにほら、はい、コマ数が重要じゃないですか。それ30時間働かなきゃいけないって、ね、うん、これはね、まあないっすよね今コマが。コマはねなかなかないっすね。予備校にもよりますよ、めちゃめちゃコマ入る予備校とかもあるんで、はい、一概には言えないですけれども、上のね予備校たちはもうないじゃないですか、駒が。そうですね、上が牛耳ってるから、まあ、そうですね、まあちょっとあんまり
いろいろ言えないこともありますけど、まあ、いろいろね。そう、中堅どころだと、はい、わーっていっぱい入れられるけど、そうですね、90分で4000だったりとか、ね、5000、6000だったりするっていうので、やばばばばばってことですよね。結構やっぱりその大手の予備校って何が起こってるかっていうと、コマ1個動かすと他を動かさなくちゃいけなくなるんで、すごいカオスな感じになるんですよね。そうね。だからなるべく動かしたくないんですよ。なる固定になるんですよ。年がね、いっている先生方も元気な方がすごい多いんで、まあ、こうどんどんずっと続けられる方が多いんですよね。すごいいい、はい、いい表現の仕方をしましたね。なんかポジティブな表現ですね。いや、素晴らしいことだと思いますよ、ね、なんせ私はもう できるだけ働きたく内傾講師ですから、あの他の方々に頑張っていただいて。なるほど、はい、ね、週7日働きますけれども、来年はすごい、そう、働きすぎですけど、まあ、どうしたらいいかね、まあ、その予備校講師として成功するためには3つですね。実力があるってことと、人間関係をちゃんと構築できるっていうことと、ほいほいほい、あと運っすね。そうですね、運ですよね。どこが開くっていうのがね、一番運は相当でかいですよ、うん、自分もやっぱり結構なんかたまたま空いてたところにポン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 入るみたいな感じの働き方をしてるんで。そうだと思いますよ。実際そうです。自分自身もそうです。もう空いてたところにスカスカスカスって入ったっていう感じですから、空きがないとね、そうなんですよ、始まんないですからね。そうなんですよ。ただその空いてるところにポンポン入るためには、それなりの実力と、あとは人脈がないとダメなんで、まあ、人間関係人脈がないとダメなんで、運が、運って大体誰にでも巡ってくると思うんですけど、まあ、その運をまあ使いこなせるような、まあ、実力と、まあ、人間関係、まあ、この2つがやっぱり必要なのかなと思いますね。なるほど、はい、それは確かに予備校講師になりたいんだったら、なりたいんだったら必要だと思いますね。必要だと思います。どういう予備校が、ね、今いろいろあるじゃないですか、はい、映像だったりとか、ね、スタートアップ的なところも結構出てきてるじゃないですか、はい、まあ、医学部とかもね、専門とかもあるんで、うんうんうん、どうですか、いろんなところで働いてるから違いを。あ、そうですね、まず一般論として映像系っていうのは基本的にペイが多分ライブの授業よりもいいんですよね、うん、それやっぱり一度にこう見てもらえる生徒の数が多いんで、概して映像系はいいです。発表するんですか。いや、これはちょっと発表できないですね。これはコンプライアンス上の問題がありまして。大手はどうですか。普通ですかね。めちゃめちゃ高いわけでもなければめちゃめちゃ低いわけでもないっていう感じですね。コンパクトな規模で、でもしっかりとこう地域に根ざして生徒を取ってるみたいな方が経営的に余裕があるんで、そっちの方がペイは良くなる傾向がありますね。みんなで立ち上げたみたいな塾はどうですか。みんなで立ち上げたみたいな塾に関してはもう完全にどれだけ生徒が集まるか次第ですね。おー、部合でやってる。最低時給決めて、あとは部合みたいな感じになります、ね、はい、じゃあそれはね、はい、やる気になりますよね。そうですね、やっぱりこの基本的に自分たちでやるってなったら、まあ、集めたら集めた分だけ還元されるっていうところもあるので、はいはいはい、場合によっては大手よりももらえるっていうね。あ、そうですね、全然多分それはあり得ると思いますね。なるほどですね。あとは何ですか、難関のトップ生徒みたいなのとか。あ、はい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 、そういうとこってどうなんですか。あの、そういうところも割とペイは、まあ、これも場所によると思いますけれども、比較的良い方だと思いますね、うん、なるほど、大手よりももらえたりすると、はい、そうですね。うん、なるほど。だから大手がゴールじゃないみたいなね。そうですね、まあ、ここだけの話をすると大手が多分俺一番安いですね。おー、なるほど。コマもなければ上がってもいかない、うん、大手でめちゃめちゃ売れられたら、まあそれがね、そうですね、まあ私みたいにやはりこう人気内傾講師はね、もう大手ではね上に行けないんで、もうちょっとちまちまっとね、もうこそこそっと業界の片隅で頑張っていきますよ。ただ収入的には大手にいる今カットで、カットでしょうか今ね。大手にいる人たちよりも、はい、もらったりしてるわけじゃない。いやー、どうなんですかね。いや、でもいわゆるその大御所みたいなレベルの人はマジでもらってる、マジでもらってるんで、そうですね、大御所の人たちの収入は、はい、多分俺の 1.5 倍から2倍ぐらいはもらってると思いますよ。人気のない講師たちだったら、人気のない講師でもそれなりにコマがあれば、の昔からね、そうですね、いらっしゃる方とかは本当にコマ級が高いんでね、昔からいる人はね、元のコマ級は高くてなかなか上がったコマ級って下げられないんですよ。実はここなんですよね。ここは難しいところなんですよ。そうなんですよ。そう下がんないんですよ。下がんないんですよ。そう、つまり生徒が10人とかいなくても、10人とかって本当に元が取れないのに、もう10人しかいなくてもコマ級が万円みたいな、今 P よね、自分で P 入れて P 万円みたいなね、ことがあったりする。そうなんですよ、下がんないんですよ。こっちはね、ちまちましか上がんないわけじゃないですか。そう、だか
からね。だから基本的に同じ場所でやってても上がんないんで、もう職場をどんどん変えていくか自分で何かをやるかしかないんですよ、これから先は。そうですね、はい、そこが多いじゃないですか。ドンと上がる人ってね、大体他に移って、あ、移ってドンと上がりますね。そうです、うん、そう、だから自分のとこでも横から新たに入ってくる人の方がもらうわけです。あ、そうですね、小牧は高いわけですよ、はい、うん、ただね、移る場所も少なくなっちゃいましたからね、今やね。いや、もう俺ね、行ける場所今ないんですよ、どちらかというと。で、住んだ行って、で、可愛いやって、ヨゼミは落ちて、ヨゼミは最終面接行って、面接でね、生意気なこと言って、いやいや、それ生意気なこと言ってないですよね。最終面接で、いや、本部校週1だったら行きますよって言って落ちました。ダメじゃないですか。ダメですか、やっぱめっちゃ生意気な。ああ、なるほどね。まあまあまあ、めっちゃやります、ね、めっちゃやりますって言わなきゃ、そこは。そうっすよね、先生見てるとか。投資の合宿も来てたし、まあね、もう、いや、投資の合宿はね、楽しかったっすね。思い出がたくさんあるんですよ。こんなに大手を経験してる人は多分いないんですね。若手の中では一番経験した人ですから、ね、基本的にやっぱり子供の数も減ってるし、業界も縮小してるので、これから予備校の先生になるっていうのは本当に多分ね、厳しいんですよね、うん、今まで以上に、ね、ただちゃんと実力があって、まあ人格って言ったらおかしいですかね、まあ、人間性に大きな問題がないと。もうちょっと人が浮かんじゃいましたけど。なんすか。いろんな人が今浮かんで、まあ、まあまあまあ、でもちゃんと実力があって、はい、こう人間性問題がなくて、まあ、あとは運がね、あればそれなりにやっていけるところもあるのかなと思うので。比江田先生にとって、はい、どうなったら成功ですか。僕の動画出した時に、成功したお前に言われても説得力がないみたいな、はい、自分は全然成功してないから YouTube やってるわけですけど、ここで成功したら満足で終わりで、それを維持だみたいなことをやっていると、どっかへ絶対足元救われる可能性があって、一応当面の目標としては、まず仕事を週4日か3日で夜だけに抑えたいっていうのがまず一つあるんですよ。で、その上で、まあ、十分な収入を確保する、うん、ちょっと空くじゃないですか、時間が。で、空いた時間で、まあ、もうちょっと執筆をしたりであるとか、まあ、自分もやっぱりこうですよね、積極的に今動画でいろんなものを、はいはい、配信していったりであるとか、まあ、新しいことを始めたりとか、やっぱこうどんどん新しいことをやる余裕があって、で、その新しいことをやる中でこう仕事とかこう人生に幅が出てくるような、そういう状態が一個理想ですかね。なるほど、うまくまとめたなみたいな。なんすか、そのもっと尖ったことを言えよみたいな。もっと嫌な。なんすか、1億っすよとかさ。いや、なんかそういう、1億ね、1億か、1億ね、1億はね、まあ欲しいけど無理っすね。